基本のねミットの受け方ですね。上を取んないとこうなっちゃう。相手と同じタイミングで同じ力をこう合わせるイメージなんで、ネジると負けないから、負けないので。はい、こんにちは。格闘技研究家の土屋です。こんにちは。会員の高尾です。今回はね、新シリーズというか、今まで格闘技の技術を教えてる回が多かったと思うんですが、ミットの持ち方、誰に向けてこれ発信してんやねんって思われると思うんですけど、自分もね、実は格闘技、久々におじさんになってから始めた時に、ずっと接骨院やってて、20代後半でまたやろうかなと思った時に、公園からスタートしてるんですよ。公園でブレイクダンサーの友達連れてやろうぜって、そっから2人でスタートしてるんで、で、そういう方結構いると思うんですね。身内で路上とか公園とか体育館とか使って、まあ、私もサークル3年ぐらいやってましたけど、格闘技サークルとか仲間内でミットの持ち方とかいろいろ試行錯誤しながらやってる方もいるし、ジム通いながらジムの後輩にちょっと教えてる方とかもいらっしゃると思うんで、コーチだけがミット持ってるわけじゃないっていうのを私は知ってて、そこで、まあ、私が培ったね知識をシェアできればいいかなと思いまして、基本のねミットの受け方ですね、あらゆる打撃の受け方と注意点とか、まあそういうところをちょっとね細かく深掘りして教えられたらいいかなと思います。では早速いきましょう。はい、じゃあ指導をやっていきたいと思います。まずパンチングミットでパンチから受けていこうと思うんですけど、次にねキックミットでキックの方を受けていきたいと思います。で、受け方なんですけど、ジャブとスレートあると思うんですけど、こう受けてる人結構いると思うんですよ、初心者だと。これだとね結構強い人だと上に打つ人がいるの、たまにその時にこうなっちゃって手首いかれちゃったりする。自分はね気をつけてるのはこう固めるっていうこと。固めて受けられる方が手首が安定して固めにくいです。その代わり音とかを鳴らしたいんだったらこうした方が本当は鳴りやすい。でもなんか手首を気にするんだったらここからこうとかで思ってて、あと大事なことなんですけど、なるべくちょっと上を取る。やっぱり上を取んないとこうなっちゃうんです。一撃でほんと手首いかれるから、いかれるし音も鳴らないし相手も打ちごたえないんで、あんまりいいことがないので、過剰に上取るようなイメージでいいと思います。それがミットのパンチングミットの一つのコツですね。どんな感じかっていうと、水平で受けるってイメージよりはこう上で受けるイメージ。上で受けると見てくれあんま良くないって思われるかもしれないんですけど、実際打つ時ってこのナックルが当てたいんで、水平だと実はこっちが当たっちゃうんだよね。こうが当たっちゃうんで、上から来てくれた方が拳が入りやすいので都合がいい。これはね相性にもよる、相手の力量にもよる。相手が上手い人でちゃんとナックル入れてくるような人だとしたら、あんまり過剰に上取っちゃうとスカっちゃうので待っててあげる方がいいんですけど、そこは何回か受けてみて呼吸を合わせる。だからどんなミットが上手い人でも外れることはあるというか、ずっと同じ人持ってればその人の打ち方が分かってるんで最初から合いますけど、だから最初から合わなくても焦ったりとか悲観することはないかなって私は思ってて、そこが一つありますね。ではね、ジャブから解説をしたいと思うんですけど、ジャブのコツなんですけど、自分は基本的にはあんまり開いて出さないんですね。やっぱジャブ脇締めてまっすぐ出してほしいのと、ストレートもそうなんですけど顔に当てたいんで、なるべく顔に近いところ結構受けるようにしてます。その時にあんまり近すぎると顔に当たっちゃうんで、ギリギリですね、ギリギリこうパーリーが強くできるようなところで、このぐらいで、はい、自分の肘の都合と顔の都合を考えながらなるべく受けると。でもフィットネスよりだったらこう叩いちゃってみてますかね。叩いた方がこっちは疲れないし音も鳴りやすいかな。ガチ勢っぽい人とか自分に余裕がある時はここで固めちゃってます。ボクシングのトレーナーとかはここに置いたりしますね。もう、まあ、特に受け方のコツはないんですけど、強いて言うならこっちもジャブが強くないとジャブの受け多分強くならないんです。なのでひたすらジャブの練習をしたり、強くこう受け止める練習というか、ね、肩を強化するというか、そういうのは大事かもしれないです。ジャブが強く打てるようになってきてから、こっちを強く受け止められる感じになったんで、自分もジャブをめっちゃ練習したりするのも大事かもしれないですね。オーソドックスとかサウスポーサウスポーだと、相手と同じタイミングで同じ力をこう合わせるイメージなんで、ほぼ同じクオリティで打てないとちゃんと受け止められないんですよね。なんで受け止め方もジャブだったらジャブ、こっちもジャブ、こんな感じですね。ジャブとジャブをこうカチンと合わせるイメージ。そうすると受けながら自分もジャブの練習にもなるので、ジャブ打つだけはこう足出しますけど、全然足出さなくてもいいんですよね。足出さなくても変わらないんですけど、足出さなくても変わらないんですけど、自分はパンチ打ったりパーリーするイメージでどうせだったらやってます。受けながら構えて、ジャブが普通に打てるんですけど、
このスパーリングと同じような距離感でやってるんで、自分のジャブが届くし、相手のジャブも見切れるしっていうイメージですね。これができると、ジャブ受けてから返しの距離も的確に返せるので、会員さんとしてもスパーリングやってるようなイメージできると思うし、例えばジャブ受けて、スパーリングやってる体勢を作りながら受けるのが結構大事なんですよね。あとはジャブ受けるときにダブルジャブって2回やってもいいですね。2回やってもいいし、こっちからストレートの手を前にしてパンって言ってもいいし、こう合わせちゃってしまうパカン、結構パカンみたいな人もいるし、ボクシングの名誉会長みたいな人は結構もうすっごい寄せてやるとパカンみたいな、自分はこういう横に出しちゃったから横に見やすいので、本当に強くしたいんだったら、より正面で受けてあげた方がいいと思います。あとは、こっちでジャブ受けるときもありますね。ジャブ。はい、ジャブ。これ何やってるかっていうと、いろんな角度のジャブ打った時に、ちゃんと足出てるのかなとか、顔前行き過ぎないかなとか、そんな感じでこう距離調節ちゃんとこう効いてるのかなっていう時は、ダブルジャブとか違う方にジャブ打たしたりとかっていうのはありますね。これが基本的なジャブ。ボディジャブに関しては、こっちミットの逆、ボディジャブ、こっちジャブ、下がった足だけだった。結構痛いって思われがちなんですけど、意外と痛くない。すげえ強い人だろ、痛いって。そこ気にしながら打つんだろうなって思います。その時にちょっとこう、尖らしておくと、あんま痛くないです。よりね。まあ、基本的にそんなにパンチ力ない限りは痛くないです。人にやつと。ボディジャブを組み合わせて、パンチ力な感じで。どっちも同じ距離、パンでこうやって打てるようにと。っていうのがジャブの受け方かなと思います。基本的にはね。ストレート。ストレートに関してなんですけど、顔の横で受ける。普通の一般的なストレート。よりガチ勢の指導という。まあ、ガチっぽいストレート、巻き締まってるまっすぐのストレートだったらこう顔を前っていうですね。普通だったらこうストレートってな感じで、これも結構負けちゃう会員さん結構いるんで、持ち合いとかやると、だからこのストレートのこの肩周りの締め固めができてないと難しいので、負けちゃう人の特徴としては後ろに肩がいっちゃってるのかな、ここで受けちゃってだんだんこうなっちゃう、だからちょっと前寄りで受け、前で肩がつく、パーリーと同じですね。この感じで最初前で受けたら負けちゃうと思うんで、なんで負けないようにできるかなって言ったら、やっぱパーリングの強さに直結してると思うので、そこは要練習というか、逆に自分のパーリングの練習だと思って固く受けられるんですね。であとはよりガチ勢のそれができた正面勝負勝負割り勝ちそうそうで受ける方もちょっと高等技術だし、打つ方もちょっと大変かもしれない。逆にこっちにストレート出すっていうパターンも穴切りしもあらずでね、結構ストレートこっちストレートでストレートを2回受けて、あそうそう、はい、俺は結構疲れさせたり軸の安定性を見たりするときはダブルストレートでこうパンパンってやったりします。こっちは比較的にね負けないです。負けそうに思われる、弱そうに見えるし、そうですね、はい、まあ、全然弱くない。こっちと比較しても遜色ないぐらい強いです。まあ俺だけかもしれないけど強いです。体の構造的に強く受けられるので、あとはこっちにストレートをこっちとダブル、感じでストレートもちゃんとこうフォームが崩れてないか、バッノーモーションで打てるかとか、あとは本当にフィットネスの会員さん疲れさせたい時とか、ストレートダブルとか結構きついと思うんだよね。ジャブだったらこうパンパンで打てる、その慌てる様を見るのが好き、悪魔かってそんな感じですね。ストレートもね、ワンツーとかは普通にこうやってフィットネスの人だったら開いてあげてワンツーって出てくるんですけど、やっぱよりガチな人になるにつれてこう重なっていく。普通のパターンはこっちってな感じで使い分けてますね。力量とか楽しくやりたいとか、それでね、フックですね。フックも気をつけたいのは、自分がやってて思うのはここで固めとくとなんか合わない、なんかこれ合わない、しっかりやってもなんか合いづらい。それで自分は巻き込んだ後この辺で受けるようにして、この辺でちょっと巻き込んじゃう、そうそう、入れ込んじゃう、なんかちょっとね、ここっていうよりは多分うちのフィットネス会員さんメインで打ってるだけ、そうだろう、なんか噛み合わせが悪い正面だと。なんでちょっとこっちにしてるかな、角度を変えて2パターンやるから受け方ちょっと、まずこの正面で、
でちょっと変えるパターンで、はい、あるかなやって結構変わりますね、それあれ、はい、ここで止めるとね、負けるんだよ絶対強い人だと。どんなに頑張っても自分もフック打つときにすぐに巻く癖がついてるんで、やっぱ受けるときにこう巻くよ、負けずとこうさせるっていうのを考えると、あとは相手の力量を考えてこう逃がしてあげたりとか、結構耐えすぎちゃうとキッてなっちゃったりするんで、そこは要相談でやってますね。ボディフック、ボディフックは、まあ、一番やり方簡単なのはここで十字切っちゃったんですけど、十字切ってこう受けるので、まあ、なんですよ、もうちょっと開いたい、あ、そうそう、狙って、うん、これが一番簡単というか、負けない、こっちが負けない、こいつで押してるんで、押してるんだけど、ちょっと慣れてきたら、こいつもグッと、両方の手で押さえたら、うまいトレーナーは、こうしてるよね。なんかパン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 みたいな感じでやってる時は反対の手でこうやって受けるけど、これも結構相性あると思うかな、あんま上手くない人ってやると多分気がしちゃいます、おすすめはしないですけど、パターンとしてはこっちもあるよって感じですね。なんならこっちもあります、片手で受けられるレベルの人というか、軽くこうコンビネーションで合わせになったら片手で十分だし、女性とかだったら片手で十分だと思いますね。まあそんな感じですね、ボディに関して。アッパーは結構こうやって受けると多いんだ、右アッパー、こうやって受ける人が多いと思うんだけど、実戦で考えると使わないよね。だってここで受けるってことは、相手もこの距離にいなきゃいけないから、もうチューできる距離じゃないと打てないってことは、相当近くないとアッパー出せないんで、基本はあれだよね、ちょっと角度つけてあげて、ここで自分の顎に近い角度でつけてあげると、万が一練り込んできたらちょっとこういう受けたりとかできる。スリッピング上の練習にもなります。背中でちょっと角度をつけて受けてあげる。よりガチな人はもっと角度をつける、もっと前、グッと前、そうこれもかなり受けるパワーが必要なんで、ミット技術というかかなり求められるんですけど、よりガチな人を受けるときはちょっとさらに角度をつけてあげた方が、まあ、喜ばれるのかなと思います。それではね、キックパートですね。基本的にはミドルだね。キックって意外とやることがないから、ミドルがメインになっちゃうよね、キックミドルだと。受け方なんですけど、フィットネスの人とか、足が上がんない人はこれでいいと思います。もう縦受けというか、縦蹴りがメインになっちゃうんですよ。ほいってなっちゃうんで、よりこう縦で、なおかつ、足が上がんない人はこう、より下で受けたいいと思うんですけど、実戦向けで蹴りたい人は、逆にこう立てるっていうのは、横にね、蹴ってもらうように。押し込む。ここで待っててあげる。あんまりこう叩いちゃうと相手を蹴ってる感覚というか、そういうのが養えないんで、構えてなるべくちょっと高めで構えてあげられるとよりいいのかなですね。この時に受け方のコツが、ずっと構えてるままでもいいんですけど、気持ちねじってあげるとシャーンって音も鳴るし、変な角度が合うんだよね。足と完全に適合するっていうか、ちょっと蹴ってみて、これ合わないの。少し練習にもなります。どっちの練習やねんまあだからでもこうやって例えばオーソドックス対面だと左ミドルについて、この時に負けないようにねじると負けないから、負けないので、まあ、返しとかも、まあ、できたりとか、普通に負けちゃうとさ、お返しができないのでちょっとねじったりとか、でやると少しこう相手のディフェンスの練習になるし、こっちのオフェンスの練習になるし、はい、っていうことですね。次はね、膝かな。膝も結構いろいろ受け方があって、一番簡単なのは合わせちゃってフィットネス寄りだと前に押してあげる。より実践的なのはやっぱグッと前に押し出さなきゃいけないんで、こっちをね横向きにしちゃってかぶせてあげて、膝
でちょっとね、金的が怖いんで、で横にしてあげて、最悪でも腰骨が当たるぐらいの地で受けたりはして、怖いね、強い人が。信頼があるんだったら、前でいいと思う。前だと受けられないな。やっぱここだな、押さえが効いてない。金的怖いから、まあ横かな。横の方が安心できます。で、大事なのは、このミットが真横に近い位置で固定されてることかな。まあ、これを押さえてずれないように。ずれちゃうとこは飛んじゃったりする。でも、腰はフィットネスがいいんだから、これかな。はい。あと、もっとね、実践的なあれだと、こうやって受けるのもあるんです。これをこっちでカバーして、と立てて、まっすぐ。これがずれちゃうと、いけるよ。これで押さえて、前でどこそうそう。ただ、正直、このミットだと、この受けできないです。ぶっ壊れる。見てよ。だから、革のね、硬いミットだったらやりやすいです。昔ながら、近くて、はい。あれで、前手を押さえさせて、押さえさせて、ドーンって。できる練習ですね。これを持つ方もね、めちゃめちゃ力量がいるので、イメージしてはこう競り上げる感じ、肘で押さえてあげる。これの方が多分やってる側からしたら練習になります。前手も機能して、合わせて打てる。あと前蹴りか。前蹴りに関しては、自分はまあ、こうやって受けちゃう。横で受けちゃう。前蹴り。そう。さっきの膝と同じで。やっぱ、これは怖いね。新玉が怖いね。で横で受けちゃう。その時にコツとしてはこうじゃなくてちょっとこうしてあげる、受け取ってあげることで蹴りやすくしてあげる。でこうちょっと飛んであげる。あんまり耐えないでちゃんと蹴らしてあげちゃってますね、前蹴りの時はね。あとはこうやって受けたりこうやって受けた時もあったから、前蹴りこうやって受けたりこうやって、なんかね、あんまり合わないし、蹴ってる感がないと思うんで、今は膝も前切りもこうやって出てくるね。角度合わせて。ここで耐える感じでね。あんまりでも受けない。前切りとか膝はなんか一緒にやってくれみたいなところが強いんで、ね。ハイキックですね。ハイキックは普通にこうやって受けるパターンもありますし、うん。ちょっと、ちょっと高めのミドルキックみたいな感じで受ける時もあるし、実戦っぽく受けてる人はこうやって受ける。今だと結構縦蹴りに近いと思うんだけど、回し蹴り、回し蹴り、そうそうそう、落とす、そうそうそう、回し蹴りの回し蹴りっていうか、まあ落とす、グーッってこう最後の返しがちゃんとできてるかどうかはこれで判断できるから、これは大事っていうか、で受けてる方もね、ちょっとスリッピングの練習になる。こっちの練習やね、基本的に多分自分は結構ねスパーリングっぽい感じで受けることは多いです。その方が相手も臨場感あると思います。っていうのがまあ受け方のコツですね。あとローキックか。ローキックはね、弱い人はこうやって受ける。この時のコツなんですけど、なるべくこのももで受けない。長径靭帯っていう筋肉というか、腱みたいなのがあって、人体なんだけど腱みたいなのがあるんですよね。ただここで受けちゃうとすっごい痛くて、効いちゃうんで、ここでは受けない方ですね。ちょっとお尻寄りというか、ケツで受けた方がいいですよ。ケツで受けた方が、うん。強い人は、受ける瞬間に、こうやってパリします。ちょっと強く受けて。今、触れてないの、俺のお尻に。これでうまく流したりしたり、あとは、こうやって受けることなんだよね。これはムエタイの人とか痛そうって思うし危なそうって思うんだけど、意外とね優しく受けられます。けどなんかねすごいやらされてる感が強いというか、ストレスが溜まる受け方なんで、よっぽど信頼がない限り俺はやらないです。去年これでお尻で受けちゃったり、直前で受け流してます。ローンはねこういうボーンがあるじゃない、指導者よね、はい、あれが一番いいのかな。でもあれも痛いけどね、あれも痛いんだよね実は。どっちにしてもミットを持つ時は多少の痛みは覚悟してっていうわけですね。大きな怪我は予防しながら楽しませるっていうことになります。じゃあ最後エンディングでいきましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。基本の木を説明したけどどうでしたか。結構知らない受け方があったりするんですよね、うん、あ、小さなコツがもう随所随所に隠れてる感じで、意外とあったでしょ。そうですね、見えないところも黒というか、そうじゃあ殺したんだよ。ありがとうございます。いろいろ試行錯誤してみんなに合った受け方をしたりとか、こっちもねミット相性なので、どういうやり方が相手に合ってるか、また自分に負担がなく継続してできるかっていうのは日々ちょっと研究しながらやってますね。ミット下手って言われるのは結構指導者としては刺さりまくるから、ね、だから俺を刺したい時はもうミット下手って言ってください。
会員さん見てたらめっちゃ寝込むわでもね、ミット俺そんなに今やってないんだよね。スタッフの方にやってもらいたいというか、やっぱミットをやんないと実力がつかないので、指導能力とかスパーリングもね、スタッフがパンパンできるわけじゃないんで、やっぱミットでちょっとこううまくスパーリングっぽくやることも大事だと思ってて、ディフェンス能力とかは当て感とかそういうのはミットとかミットの返しで養ってきたところあるんで、ミットを押し付けてるっていうよりは愛情を持って俺が本当やりたいところを譲ってるイメージですね。ミットはスタッフとか関係なくいっぱいやった方がいいですね。格闘技上手くなりたい人はね、仕事っていう感じで捉えてる人もいますけど、いや絶対仕事じゃなくて練習の一環として、練習生もねぜひ取り入れるといいと思います。ミットを持てるようになったら本当に上手くなります。逆に格闘技上手い人はミットを持つの上手いと思います。どうせ格闘技やってるならぜひミットをやってみたらいいと思います。ではこの動画参考になりましたらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、さよなら。